こんにちは、こんばんは、サリノです。ただいま神奈川県におりまして、横浜中華街に来ました。今日は食べ歩きをしたいと思います。行ってきます。いや、私中華街大好きでさ、日本にある三大中華街全部一応制覇してるんですけど、横浜中華街は地元の東京から来やすいのもあって一番回数来たことあるんですよね。美味しいものを食べ歩きしたいと思います。すごい、今日平日なんだけどお昼時っていうのもあって人がすごいです。すごい可愛い、めっちゃ並んでる。ビッグタルトとココナッツの焼き菓子ですって。ココナッツの方美味しそうだな。とりあえず1店舗目は江戸清です。江戸清って何店舗かあるんですけど、ここの店舗はあんまり並んでなかった。やった。あー美味しそう。ここはね、豚まんも美味しいらしいんですけど、今日はこっちにしたいと思います。フカヒレ小籠包。フカヒレ小籠包を一つお願いします。380円です。はい、スイカでお願いします。ありがとうございます。わー、買えました。すごい、 いやめっちゃ美味しそうじゃない。わ、やば、熱々。すごい、もうなんか海見たくなってる。いただきます。でもこれどうやって食べるのが正解なんだろう。いただきます。あ、美味しい。すごい、なんかお肉の中に春雨なのかな、なんかプチプチしたのとかも混じっていて、すごい食感が楽しい。美味しい。あれとかすごい有名ですよね。めっちゃ並んでる。でもさ、上海ミートパイの方が美味しそうに見えちゃうんだけど。てか胡椒餅あるじゃん。胡椒餅めっちゃ好きなんだよね。でも上海ミートパイがいいなと思ってきたからな。どうしよう。上海ミートパイにしようていうかここのお店美味しそうだな。マンゴーティーも美味しそうだし、なんていうお店なんだろう、調べて書いとこう。ありがとうございました。ありがとうございます。一人ぼっちに優しくない。2個からだった。う意外と入り口の方が混んでて、奥に進めば進むほど大丈夫そうかも。わあ、めっちゃ中華街来たって感じ。ちょっと食べちゃおうかな。せっかく2個買えたので1個はお土産にしようと思います。ということでいただきます。うん、美味しい。すごいパイがサクサクだわ。ちょっと食べ方が難しくて食べ歩きには向かないかもしれないけど、すごい美味しいわ。やばい、もう一個も食べたくなっちゃって食べちゃったでもね、二つ食べたら結構お腹いっぱいかも。さっき通りがかった時にあのシューマイが気になっちゃって、二色焼きシューマイ串をね頼んでみようかな。でもあれだと思うとすごい大きそう。二色焼きシューマイ串をお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい大きい。しかもめっちゃふわふわ、美味しそう。またもや名前をなんて読むのかわからないけど、ここの出店でした。美味しそう。やばい、想像以上の大きさでした。いただきます。うん、なんだろうこれ、プチプチした食感のものが入ってる。キノコかな。美味しい。待って、この串めっちゃ美味しいんだけど、今日食べたやつの中で一番かもしれないすごい食べやすいしさ、なんかもうほんと完成されてる感ある。無事完食しました。結構お腹いっぱいなんだけど、あとラストね、食べたいなって思ってるのがあって、北京ダックなのよ。食べきれるかな。北京ダック買いました。美味しそう。
すごいこれ400円なんだけど、思ったよりちっちゃいサイズというかキュッてまとまってるから食べきれそうじゃない？中華街食べ歩きラストご飯です。うん、セロリ、セロリだわね、すっごい野菜のシャキシャキ感がえぐい、ね、タレがね濃いめだからその野菜とめっちゃ合うよ。北京ダック自体は本当ちょこっとって感じだけど、これはこれでシューマイとか肉まんとか肉肉しいものいっぱい食べてきたから最後にズッキリしてすごくいいかも。美味しかったです。まあでも私が食べたところの北京ダックは結構セロリ強いめだったから、ああいう歯ごたえとか食感がにぎやかな野菜が苦手っていう方はちょっと微妙かもしれないね。逆にああいうちょっとさっぱりした系を食べたいっていう方はすごい合うかも。いや何にせよ私は大満足です。ちょっと最後に飲み物を買ってそれをデザートということで終わりにしたいなと思ってるんですけど、なんかねさっき歩いた時に美味しそうなのがあったんだよね。見つけられるかな、もう一回。あったあった、ここだここだ。いやさ、あのドラゴンティーか夕張メロンティー、どっちか美味しそうだなと思って。でもドラゴンティーかな。でもクリームチーズなんだって、どうだろう。ちなみにここはあのかき氷がすごい美味しいってSNS で話題になってるお店ですね。私はあっちの紅茶のどれかを飲むけどね。わー、かわいい胡椒餅だ。わー、焼き小籠包だ。はい、780円。はい、6番です。はい、どうぞ。はい、あー、かわいい。なんか夕張メロンにしたけどちゃんとフルーツ他にも入ってるし、ドラゴンフルーツもある。かわいい、美味しそう。ということでラストにデザートがてら甘い飲み物買っちゃった。めっちゃ美味しそうじゃないですか、色合いかわいい。いただきます。うん、めっちゃメロンだわ、美味しい。わ、すごいメロン。いや美味しい。これちょっとシューマイとこれどっちが美味しいかって言われたら困るレベル。ご飯はシューマイだし飲み物はこれ、本当美味しいわ。あと偶然通りがかったから今日はもうお腹いっぱいだから食べられないけど、食べ歩きじゃなくて一品料理だったらここのね刀削麺めっちゃ美味しいですよ。私中華街で多分一品料理でご飯を食べるんだったら刀削麺にしちゃうな。それぐらいねこの裏路地のここのお店すごい美味しいんですよ。あとは中華街とかもいいよね。たださ、中華街に来るとどうしても食べ歩きしたくなっちゃって、一品料理って食べるタイミングがなかなかつかめないのは私だけじゃないはず今回神奈川滞在ということで横浜中華街で食べ歩きをしてきました。いやすごい美味しかった。食べたの全部まとめられたりするかな、最後になんか多分編集で出しておくかもしれません。いや神奈川ってさ、身近な人にはかなり身近、しかも中華街って本当に身近っていう方もいるかなとは思うんだけど、初めて来たらワクワクするし、何度か来てたとしてもまた来ると前回とはまた違ったものを見つけられたりしてね、すごい楽しい場所だなと思うので、少しでも雰囲気を一緒に楽しんでもらえたら幸いです。最後まで見てくださってありがとうございました。このチャンネルでは引き続き旅の Vlog やホテルのレビュー、お得に旅する情報などを発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。よし、お腹がいっぱいになったのでこれからホテルに戻って動画の編集とかお仕事とかをしたいと思います。いや今神奈川県に滞在してるんだけど、もうすごくない？お昼ご飯で中華街に来れるって超幸せなんだけど。いやマジでお仕事に対するやる気が出るわ。頑張ります。